皆さんこんにちは、ちのです。本日はですね、結構前に毎日メイクやったんですけど、今回もちょっと毎日メイクをやっていこうと思います。毎日メイクやりながらずっと雑談できればなっていう感じでやっていきたいと思います。それでは動画スタート。まず日焼け止めは、これ本当になんか、結構前の動画を遡ってもらえば分かるんですけど、ずっと変わらない白の桜の日焼け止めを塗ってます。これが本当にいいんです。なんかね、 TikTok とかでこの日焼け止めは効くのか効かないのかみたいなやつがあったんですけど、それで白の桜は結構効かないっていう風になってたので、めちゃめちゃいいし、これ発売してから私ずっと使ってるんですよ。だからもう5、6本ぐらい使ってるのかっていうぐらい本当にずっと使ってて、ブルーライトカットもねついてるからめっちゃいいなと思ってずっと使ってます。最近新しいメイク品も調達していい感じなのでご紹介していきます。なんかね、ここにねニキビができちゃったんですよ。ニキビができちゃった時は、あの VT の日焼け止めじゃない、化粧下地を使ってます。これはラベンダーなんですけど、他にもねいろんな色があるんですけど、私はラベンダーを使いがちというか、ラベンダーが好きなのでラベンダーを使ってます。これ、ね、本当はねパフがあったら、これパフでこれポン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 って伸ばしてやってるんですけど、ちょっとパフがね今ね洗ってる時に洗ってるので、ちょっとねそれはねちょっと手で軽くポン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 とやっていきたいと思います。日焼け止めとかもこういう塗り方の方がいいらしい。こう伸ばすっていうよりかはこうポン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 みたいな、こうやって感じでやった方がより密着する、密着っていうか効果が発揮するらしいです。で、お次は私これニキビができた時は使わないんですけど、ちょっと今回は毎日メイクってことなので使うんですけど、スキンダークッションのジャビンデソールかな、ファンデーションのフェアっていう色を使ってます。これがまたまた良くてですね、マスク崩れが汚くならないというか、そう綺麗なんですよね。あとエイプリルスキンも 前の毎日メイクで紹介したんですけど、それも結構いいです。でこれね、裏にこう見えるかな、デコボコしたのがついてるんですよ。このデコボコしたのついてるので調節しやすいというか、ここでポンポンポンって調節できるのがめちゃめちゃいいところです。軽くファンデーションやっていきます。厚塗りになるのは私好きじゃないので、ちょっと厚塗りにならない程度にやっていきます。でコンシーラー私やっちゃうとなんか粉吹いちゃうというか、乾燥肌なんですけど、ちょっとコンシーラーはねあんまりねやるとねちょっと肌がねボロついちゃうので、コンシーラーは基本やらないです。どうしてもなんかめっちゃ肌荒れした、隠したいみたいな時はするんですけど、基本塗らないです。でも使ってるコンシーラーはこのルナのコンシーラーを使ってます。これの 0.7 のアイボリー使ってます。これ一番明るい色ですね、確か。これ SPF もついてる。ということで、ファンデーションは終わりです。で、ファンデーションが終わったので、ここからメイクしていくんですけど、まず眉毛。眉毛は、セザンヌの眉毛、アイブロウを使ってて、どこだろう。前はね、エチュードハウス使ってたんですけど、エチュードハウスって結構太めなんですよね。セザンヌのやつが結構ね、こう極細。これかな、極細なのでめっちゃいいので これ使ってます。これでなんか下の方を描き足していい感じにします。でも眉毛私上手じゃないので軽く描くって感じです。足りないところ、眉毛の形がおかしくてなんか足りないところとか出てくるので、そこをちょっと描き足すぐらいの気持ちで描いてます。だからあんまり意味ないかもしれない意味ないかもしれないんだけど、ちょっと気持ちね足すぐらいの感覚で打っていきます。でこれ描いたらついでに涙袋も描きます。
これ細いのでめっちゃ描きやすくて、ちょっとね軽くぼかして、これも結構アイドルが使ったりするらしいのでめっちゃいいと思います。涙袋はこんな感じですね。で今度眉マスカラやっていくんですけど、これ私はもうめっちゃおすすめする眉マスカラなんですけど、ロム&の眉マスカラ、これめっちゃおすすめします。なんでかってマジでこれすっごくふんわりしてよくて、私なんか眉マスカラ前までメイビリンのしか使ってこなかった。メイビリン違うわ、ま、なんだっけ、ヘビーローテーション、ヘビーローテーションしか使ってこなかったんですけど、これはね結構ねヘビーローテーション私は超えるなっていう感じ。値段も別に高くないけどヘビーローテーションよりはちょっと高いかなっていう感じなんですけど、めっちゃいいです。これめっちゃいいの、これなんかちょっとなんか足りないね。その眉毛に関してはねまだ勉強中というか本当に下手なのであんまり参考にしないでほしいんですけど、この眉マスカラだけはすごくいいです。でお次がアイシャドウはねこれずっと使ってるんですけど、このロム&の、間違えた、エスポアのヌードムードっていうリアルパレットですね、確かリアルアイパレットを使っていきます。これをまずオレンジのところ、ここにねあるオレンジをベースで塗ります。ベースっていうかアイホール全体と囲うように涙袋も塗っていきます。これだけで結構ね個人的には目が大きくなるなって感じするので塗っていきます。涙袋また後で施すんですけど、とりあえず今もこんな感じで塗っていきます。したら反対の目も塗っていきます。半目になりながら塗ると分かりやすいかもしれない。うん、 OK です。そしたら次にここの茶色、こことここの茶色を合わせて二重幅に塗っていきます。私の場合は二重幅が広いのでそんなにがっつり二重幅っていうよりかはちょっと狭めに塗っていってます。鏡でね様子見ながらちょっとお好きな色の具合を、ちょなんか私本赤でプライベート用のアカウントで間違えて YouTube の宣伝をしそうになっちゃってマジで危なかったんですよ。見てねっていうのをよくねインスタグラムで投稿してるんですけど、それを間違えてプライベートのアカウントでやりそうになっちゃって、ストーリー上げる直前で気づきました。危なかったマジ。はい、こんな感じです。日によってねちょっと茶色の具合をねなんかもうちょっと濃くしたいとかあったらのせていくっていう感じですね。はい、でこんな感じに塗りました。こんな感じに塗ったら次上のねまぶたのキラキラをのせていくんですけど、キラキラはこのフーミーのシングルラメシャドウっていうのを塗っていきます。これがね結構良くてめっちゃ可愛いんですよ。まあ、指でやるのもいいんですけど、私指汚れるのがあんまり好きじゃないので、ここにねちょんちょんちょんってやって、黒目の上にのせます。とかねこのキラキラさせたいと思うから結構キラキラなってると思います。反対側の目も黒目より全然出ちゃったけど乗せていったら結構キラキラして可愛いです。キラキラ乗せる部分は全体に乗せる時もあるし、 目がこの黒目のところだけっていう時もあるし、本当に気分によってラメ乗せる場所が変わります。これ涙袋に乗せるのも可愛いんですけど、ちょっとねこれ涙袋にしてはちょっとチップがでかいのでちょっと塗りづらいかなって感じです。でそしたら次はこの細い筆を取って三角ゾーンに茶色を塗っていくんですけど、またまたこことここを混ぜて三角ゾーンらしきところに塗っていきます。三角ゾーンがここで合ってるのか分かんないんですけど、ちょっとでも目が大きく見えるようにやってます。アイラインを引いていきます。アイラインを最近前まで私筆で描いてた、リキッドか
リキッドで書いてたんですけど、最近はあのジェルライナー、このキャンメイクのジェルライナーも、ここ剥げすぎて名前が何が何だか分かんないんですけど、ジェルキャンメイクのジェルライナーを使ってます。最初ねこれ目頭切開とか書く用に買ったんですけど、最近はこれで書いてます。ちょっと書きます。こんな感じで目を描きました。そしたら今度はマスカラをやっていきます。そう、マスカラめちゃめちゃ忘れてたんですけど、ビューラーはこの無印のこのコンパクトサイズのビューラーを使ってます。私結局これが一番良くて一番上がるなと思ったのでこれを使ってます。でまつげを上げたらマスカラを塗るんですけど、マスカラはこのメイベリンのマスカラを使ってます。スカイハイ。ちょっとブラシがね、普段のやつとちょっと特殊なタイプなんですけど、これ塗っていきます。はい、塗りました。マスカラはなんか最近ギュインって上げるんじゃなくて、ちょっと軽く上げるぐらいにハマってます。でリップはこの2種類を使ってやっていきます。ロム&のジューシーラスティングティントとクリオの D ティント05番を使ってます。これはもう出た当初に買って、私はすっごく可愛くておすすめです。これも落ちにくいリップのうちの一つなのですごくお気に入りです。はい、という感じでこんな感じに塗ってきました。でこれあで最後にメイクズーシーのメイクアップセッティングスプレーをかけます。はい、こんな感じでかけたら、次涙袋のラメ乗せ忘れてたんで、涙袋のラメを乗せます。涙袋のラメは最近ね、いろんなラメを使ってるんです。このズーシーのラメを使ったりとか、このフォレンコスのラメを使ったりとか、このスリーシーのラメを使ったりとかっていう、いろんなラメを持ってるのでいろんなのを使ってるんですけど、私的おすすめはこれですね。3つおすすめです。 3C のなんかアイステッチみたいな 3C のラメと、あとはジェルリーンのラメと、あとはウォンジョヨンとシピシピのコラボのラメ、この3つがおすすめです。今回はジェルリーンのやつを使っていきます。気分によって大粒のラメ乗せたい時とちょっと小さめのラメ乗せたい時と気分が変わるので、ちょっと今回は大粒の方 でこれがねチップが細いんですよ。細くてプラスチックなのでこうキパーってなることないし、乗せやすいので乗せていきます。これは、目頭のちょっと間違えた、まつげの生え際に乗せていきます。はい、って感じで涙袋終わってメイクが全部終わりました。ってことで髪の毛とかいろいろやっていきたいと思います。はい、ということで完成しました。前髪はねいつもよりうまくいい感じにいって、最近ねパッツンに変えたんでちょっとパッツン気味なんですけど、できました。まあ、着替えはねまだいいかなっていう感じです。服を決めるのも最近体型がねちょっとぽっちゃりしてきちゃったので、これすぐこれとこれを着るっていうのをしちゃうと短い丈の服になっちゃうので、そうなるとお腹がねぽっこり見えちゃうからちょっと着れないので、服をね最近は結構選ぶ時間がね長いんですよ。だからちょっと今服はこのままなんですけど、とりあえずメイクは終わりました。髪の毛もねなんかだいぶ伸びてきてね、すごく私は嬉しいです。もっと伸ばしたいです。もっと伸ばして金髪にしたいし、ピンクの髪の毛にもしてみたいなって思ってます。はい、ということで今日はアイラインもいい感じにできてすごく個人的には満足です。
っていうので私の最近の毎日メイク事情でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。